霊夢、突然だけどこれからとある自動車メーカーの間で、熱い戦いが始まろうとしているという情報を入手したぜ。一体どんな戦いが始まるっていうのよ。なんと、トヨタがスズキのジムニーを本格的に潰そうとしているんだ。これが本当ならビッグニュースだわ。ジムニーといえば軽自動車のオフローダーとして絶大な人気があるよね。でもトヨタには軽のオフローダーはなかったはずだけど、どうやって戦うっていうの？トヨタはジムニーを潰すための新兵器となる、オフロードにも対応できる軽自動車を間もなく投入しようとしているんだぜ。嘘？それはめちゃくちゃ面白い展開になりそうね。歴史のあるジムニーが有利な気がするけど実際はどうなのか気になるわ。それでトヨタの新兵器はなんていう車なの？ラガーって言うんだ。なんだかビールとかラグビーを連想させる面白い名前だわ。でもジムニーを潰しに来るくらいなんだから相当完成度の高い車なんだよね。早速どんな車なのか教えてよ。ああ。それじゃあ今回はラガーの紹介はもちろんだけど、トヨタが戦いを挑む相手であるジムニーとの比較を交えながら徹底的に解説していくぜ。よろしくお願いします。まずは両者の歴史から解説するけど、そもそも霊夢はラガーっていう車が販売されていたのを知っているか？いや、初めて知ったわ。どんな車だったの？ラガーはかつてダイハツが製造していたクロスカントリータイプの四輪駆動車で、1984年4月にタフトのフルモデルチェンジ版として登場したんだ。いきなり話を折るようだけど、タフトって今も販売されているよね。ああ、ダイハツのクロスオーバー SUV タイプの軽自動車だな。でも実は初代タフトは1974年に販売開始となったんだぜ。タフトは初代から軽自動車だったの？いや、小型商用車だ。当時はトヨタ、ランドクルーザー、日産、パトロール、三菱、ジープ、スズキ、ジムニーといった四輪駆動車が各社から販売されていて、その中間を埋める車種として登場した感じだな。小型商用車とは意外な始まりね。一部情報によると、関西電力のダム開発のために不正使用の車が必要になり、ダイハツが依頼を受けて開発された車だと言われているんだ。無事に小型商用車としてデビューしたけど、思うように販売台数が伸びなかったから生産終了となり、ラガーに道を譲ったのかもね。そうかもな。そんなわけで1984年4月にタフトの後継車種として登場したラガーは、ラダーフレームに数枚の鋼板を重ね合わせた板バネサスペンションと、左右の車輪が車軸で繋がっているリジットアクスル足回りを持つ、本格四輪駆動車としてデビューしたんだ。デザイン面もだいぶ変わったの。丸型ヘッドライトが特徴の外観だったこともありパジェロに似ていたけど、全長は4メートルを切るコンパクトなものだったんだ。またボディ形状は当時の SUV で一般的だった、ソフト、ハードトップなどの3種類が設定されたんだぜ。小型車だったらエンジンも排気量の小さいものが搭載されたの。2.8 リットルディーゼルエンジンと5速マニュアルの組み合わせ一択だったんだ。使用目的がかなり限られている気がするけど、先代の商用車から新型の乗用車にレベルアップしたって感じね。うむ。デビュー後は、ターボ車、乗用車登録のワゴン、オーバーフェンダーの追加、サスペンションの変更など、様々な改良が加えられていったんだ。また当時業務提携を結んでいたトヨタに、ブリザードの社名で OEM 供給もされたんだぜ。両者とも人気があったの？残念ながらそうではないんだ。主な理由として当時の国内市場は、ディーゼルターボ、4ドア、オートマが人気の鍵だったけど、ラガーは3ドアのみでオートマの設定がなかったことや、ライバル車が多くいたこともあり販売台数は伸びなかったんだ。この流れでいくと生産終了という文字が見えてくるわね。ああ、テリオスにその座を譲る形で1997年4月に生産終了となったんだ。でも今回そのラガーの社名が復活することになったのね。どんな車に生まれ変わっているのか楽しみだわ。ラガーの詳細情報については順番に解説していくから楽しみにしていてくれ。了解です。ラガーの歴史を聞いたら、今度はジムニーの歴史を聞く番ね。ジムニーが開発されるきっかけになったのは、かつて軽オート三輪の先駆的メーカーでありながら、大手に押されて自動車業界からの撤退に至ったホープ自動車から、スズキが軽四輪駆動車、ホープスター、ON 型 4WD の製造権を買ったからなんだ。てっきりジムニーを一から開発したのかと思ってたわ。でもまさか自動車業界から撤退した会社の車に注目するとは驚きね。どうしてその車に注目したの？当時の社長であり現在はスズキの相談役を務める鈴木治氏が、急勾配を登攀する様子を撮影した8ミリ映画で驚異的な機動性を持つホープスター ON 型を見たとき、軽四輪駆動車の実用車としての可能性を感じたみたいだぜ。もともと ON 型はオフロード向けの車だったの？ああ。開発したホープ車は ON 型を不正使用万能車と謳っており、軽自動車ながら高いアクロ走破性能を持っているとアピールしていたんだ。ちなみにホープ自動車は1950年代から、林業の作業車や山岳地域、積雪地の足となる車を製造していたから、オフロード車の製造に特化していたと言えるんだ。ホープ車一押しの車だったのね。それなら自社で販売すればいいのに、どうして手放しちゃったの？開発者でありホープ車の社長だった小野氏は、自社に量産、販売能力がない実情を鑑み、大手メーカーへの製造権譲渡を決意したんだ。
最初は三菱に売り込んだみたいだけど、三菱はジープのライセンス生産を行っていたため理解を得られず、鈴木に提案に行ったみたいだな。鈴木からすればその話が来たことは棚ぼただったのかな。いや、鈴木の幹部は ON 型の製造権を買い取ることに猛反対したみたいだぜ。なんせ自動車業界から撤退する会社の車を買って販売しても、売れるわけがないと決めつけていたからな。でも鈴木氏は社内の反対を押し切り、製造権を購入したのね。ああ、購入後は量産体制を整えるために、ON 型でたくさん使われていた三菱製のパーツやエンジンを自社製に変更したり、スポーティなスタイリングに変更し車を仕上げていったんだ。もう少し具体的に教えてほしいな。ラダーフレームや頑丈な前後リーフリジットのサスペンション、16インチタイヤや高、低速2段切り替えの副変速機などを搭載したんだ。そこに 2WD-4WD の切り替えができるパートタイム 4WD を組み合わせて本格的な黒感車に改良したんだ。その結果1970年に初代ジムニーが誕生したんだぜ。ジムニーが販売された時の市場の反応はどんな感じだったの？維持費の安い軽自動車でありながら、大型の四輪駆動車以上の機動力を発揮する実用性があったから、これまでにない軽自動車として高く評価されたんだ。そこに鈴木の販売力も相まって、日本のみならず世界中で販売され、高い評価を得ることになったんだ。素晴らしいエピソードね。ちなみに初代ジムニーが登場した時に、日本で人気のあった四輪駆動車には何があるの？特殊なトラックを除くとトヨタ、ランドクルーザー、日産、パトロール、三菱、ジープという、3つの大型車しかなかったんだぜ。そこに鈴木が軽自動車の本格四輪駆動車を登場させたものだから、市場がめちゃくちゃ食いついたってことか。その後1981年には快適性や操作性など乗用車としての性能を向上させた2代目が登場、1998年にはオンロードでの操縦安定性と、オフロードでの走破性が向上した3代目が登場、そして2018年には20年ぶりとなるフルモデルチェンジが行われ現行型が登場したんだ。なるほどね。ジムニーの歴史を簡単に知れて面白かったわ。ここからはいよいよ両者の比較と行きたいところだけど、一つ確認があるの。お、霊夢。何かに気づいたのか。さっきマリサはラガーの歴史を教えてくれたけど、ラガーってダイハツが作っている車だよね。トヨタにも OEM 供給されてたみたいだけど、今回も同じようなパターンになる可能性があるの。そうなんだ。霊夢の言う通り、新型ラガーはダイハツから発売される時の名前で、トヨタにも OEM 供給される前提で計画が進んでいるみたいだぜ。でもトヨタは社名の発表をしていないから、ここではラガーという名前をそのまま使っているんだ。そんな事情があったのね。でもモヤモヤしていたものがスッキリしたわ。それじゃあ改めてラガーとジムニーの比較をお願いします。おう、まずはラガーの外観から紹介するぜ。新型ラガーの外観は、スクエアなボディ形状を採用し5ドアにすることで使い勝手を向上させ、ライバルであるジムニーにはないアピールポイントを取り入れようとしているんだ。確かジムニーは3ドアだったよね。ああ、でも実は2023年1月にインドで開かれた展示会で、5ドアの新型ジムニーが発表されているから、日本市場に投入される可能性もゼロではないんだぜ。それならなおさら、ジムニーを潰すためにラガーは5ドア仕様にした方がいいのね。そして外観デザインは、ダイハツ、タフトをさらにワイルドにしたデザインになるだろうと予想されているんだ。また別の車が出てきたわね。新型ラガーの参考になりそうだから、タフトについても少し教えてよ。タフトのコンセプトはワクワクで、自分の好きなことを楽しむためのワクワクする時間を作るという意味合いがあるんだ。ワクワクするためのどんな工夫がされているの？大きな特徴の一つは、前席のルーフ部分に大きなスカイフィールトップガラスルーフが標準装備されていて、圧倒的な開放感を感じながら目的地まで移動できることなんだ。軽自動車にガラスルーフなんて、かなり個性的ね。さらに日常生活からレジャーシーンまで幅広い活躍ができるように、アクティブでタフなスタイルに仕上がっているんだ。ということはラガーも同じような外観デザインになりそうなのね。ああ、タフトをさらにワイルドにしたデザインになるだろうな。というのもラガーはアクロでの走破性がさらに高まるように設計されているからな。この点については走行性能の部分でじっくり解説していくぜ。話をまとめると、タフトよりもアクティブでタフなデザインになり、ワクワク感が高揚するような外観になるってことか。ちなみにボディサイズはわかっているの？全長 3395mm、全幅 1475mm、全高 1740mm、ホイールベース 2580mm、最低地上高 200mm という情報があるぜ。この辺はジムニーと比較するとわかりやすそうね。ということで次はジムニーの外観の特徴を教えてよ。一言で言えば2代目の先祖返りをしたんだ。例えば、ほぼ直立したボディパネルやガラス類、ランプが内蔵された前後バンパーなどが特徴だ。スクエアなデザインが強調されたのね。またフェンダー側まで回り込むクラムシェルタイプのエンジンフードを採用していることや、丸型ヘッドライトとその脇に配置されるターンシグナルランプは、歴代モデルとのつながりを感じさせるものになっているんだぜ。歴代モデルの特徴や良さを、現行型にも存分に取り込んでいることがわかるわ。でもパッと見ではシンプルなデザインとも言えそうね。そう感じるかもな。
でも細かく観察すると、ヘッドライトやテールゲートの下部は削り込まれた立体感のある造形になっていて、ボディを見る角度によって表情が変わって見えるから、シンプルな外観ってことじゃないんだぜ。ボディサイズはどうなっているの？全長と全幅はラガーと同じで、全高はジムニーがマイナス 15mm、ホイールベースがマイナス 30mm だから、ほぼ同じサイズと思っていいだろう。ラガーとジムニーともに軽自動車だから、ほぼ同じサイズになるのは当然ね。両車の外観の特徴を簡単にまとめると、遊び心のあるデザインが好きならラガー、シンプルなデザインが好きならジムニーという感じになるわね。簡潔なまとめをありがとう。次は内装の特徴を紹介するぜ。と言ってもラガーの場合は予想だから、参考情報と思って聞いてくれ。ちなみにタフトの内装デザインをイメージするとヒントになるかもしれないぜ。ラガーはタフトの兄弟車のようなもので、内装に関して大きな変更点はなさそうだしね。ああ。まず挙げることのできる特徴として、背の高いフロントコンソールやスポーティなシフトレバー、コクピットタイプのインパネデザインを採用することで、SUV らしいワクワクする空間になるみたいだな。既存 SUV モデルのいいところを、ラガーに落とし込むというイメージね。うむ。フロントシートも、背もたれサイドの形状を最適化することでホールド性向上をサポートしてくれるし、座面を長くすることでフィット性を高めた安心感のある座り心地になっているんだ。快適装備で注目できそうなところはあるの？9インチのスマホ連携ディスプレイオーディオの搭載や電動パーキングブレーキの標準装備、ブレーキペダルから足を離してもブレーキが保持されるオートブレーキホールド等が搭載予定だ。日常での使いやすさも忘れていないところがポイントね。一つ聞きたいのが、ワクワクがコンセプトになっているということだけど、趣味やレジャーに対応できる工夫もされているの。もちろんだ。例えば後席シートを前に倒せば完全フルフラットになるから、大きなものや長いものを乗せられるし、床面のフレキシブルボードを畳むと通常より 140mm 床面が下がるから、背の高いものも乗せられるんだ。アクティブに動きたい人にとって、物がたくさん乗せられるのは嬉しいことね。またリアシートバックボードとフレキシブルボード表面は、汚れにくく拭き取りやすいように加工されているから、多少の水分や汚れを気にすることなく使えるのもいいよな。タフト同様、ラガーもワクワクを楽しめる内装になることを期待するわ。それじゃあ次はジムニーの内装ね。おう。ジムニーの特徴は機能性をシンプルに突き詰めた内装になっていて、その一例が車両姿勢を把握しやすいように水平基調のダッシュボードになっていることだ。でもそれだけでは面白みに欠けるから、立体感のある造形とすることで力強さもアピールしているし、視界確保にも役立っているんだぜ。オフロード車なら視界の広さは重要だよね。より広い視界を確保するために工夫されていることは他にもあるの？ああ。サイドウィンドウを垂直に近い角度まで立てたことや、パワーウィンドウスイッチをダッシュボードに配置し、ドアトリムをシンプルな形状にするなどの工夫がされているんだ。パワーウィンドウスイッチがダッシュボードに配置されているのは随分と珍しい設計ね。こういう細かい工夫によって室内の広さは仙台と比べて広くなったの。室内高は 1200mm で仙台よりも 10mm 減少したんだけど、室内幅は 1300mm と3台目より 80mm 拡大したんだ。また頭と天井までの距離ヘッドクリアランスが広がったから圧迫感はなくなったんだぜ。視界確保のための工夫は分かったけど、その分日常の使いやすさが犠牲になっている気がしないでもないわね。そうでもないぜ。グローブボックス上部には助手席乗降グリップが装備されているし、手袋をしていても操作しやすいスイッチ類を採用しているから、使い勝手も考えられているんだ。なるほどね。もう一つ気になるのはシートの設計ね。特にオフロード走行時は体への負担が大きくなるから大切だと思うけど、その点も安心だ。フロントシートは背もたれのサイド部分が盛り上がっていて、コーナリング時やオフロード走行時に体が大きく揺さぶられるのを防いでくれるんだ。また肩周りは乗る人が体を動かしやすい形状になっていて、オフロード走行時の操縦性を高めるための工夫がされているんだぜ。さすが系のオフローダー代表ね。ちなみに収納面はどうなの？荷室サイズでいくと、荷室高はタフトと比べてプラス 140mm の 850mm、荷室幅はプラス 200mm の 1300mm、荷室長は2名乗車時でマイナス 280mm の 980mm、4名乗車時でマイナス 120mm の 240mm となっているぜ。荷室部分の高さと横の広さはジムニーが圧勝ね。ああ、ラゲージルームの形状がスクエアなことや、サイドの張り出しが少ないからだろうな。外観と内装も大事だけど、オフロード車の要は何と言っても走行性能よね。次はそのあたりの解説をお願いできる。よし。まずはラガーからだ。ラガーに搭載されるのはタフトと同じ直列3気筒、660cc の NA エンジンでスペックは 52PS6.1kgm のものと、直列3気筒、660cc のターボで 64PS10.2kgm の2つのエンジンだ。エンジンの特徴はあるの？このエンジンは従来のすべての部品を見直して新たに開発されたもので、エンジン性能の根幹となる燃焼素性を改善することで、燃費、走行、環境性能などすべての要素が向上しているんだぜ。新しい技術でも採用されているの？そうなんだ。
日本初となるマルチスパーク複数回点火を採用することで、シリンダー内での燃焼速度を速め、ノッキングを抑制することで性能がアップしたんだ。また噴射する燃料の形状を U 状から霧状に変更したことや、燃焼室内で混合気が効率よく回るように改良されているんだ。最新技術が投入されているのね。ちなみに燃費はどれくらいなの？ WLTC モードで NA エンジンの FF が 21.4kmpr、4WD が 21.1kmpr、ターボの FF が 21.3kmpr、4WD が 21.1kmpr だな。燃費向上に貢献しているのは新型エンジン以外にも何かありそうだけどな。ああ、ダイハツの新世代トランスミッションである DCVT も貢献しているんだ。これは従来の CVT で使われているベルトに加えてギアを組み込むことで、より伝達効率が良くなる世界初の技術なんだぜ。エンジンには日本初の技術、そしてトランスミッションには世界初の技術を採用しているなんて、まさに最先端の車ね。そしてこの技術により高速域では伝達効率が約 8% 向上したし、低速域でもパワフルでスムーズな加速を実現しているんだ。なるほどね。エンジン性能も大切だけど、オフロード車の走行性能で忘れちゃいけないのはシャシーよね。やっぱり頑丈なシャシーが採用されているの。シャシーとボディが一体化し、独立したフレームを持たないモノコック構造が採用されていて、最新プラットフォームのダイハツ、ニュー、グローバル、アーキテクチャーにより剛性が強化されているんだ。ちなみにダイハツ、ニュー、グローバル、アーキテクチャーとはトヨタのトヨタ、ニュー、グローバル、アーキテクチャーのダイハツバージョンで、低コストでありながら高パフォーマンスの車を作るための設計だな。十分な剛性性能を持っているなら安心ね。このほか、高い走破性を実現するために 4WD 車では、空転したタイヤにブレーキをかけることで駆動力の逃げをなくし、スタックからの脱出をサポートする、グリップサポート制御、も採用されているんだぜ。さて、次はライバルであり超本格的なオフロード車、ジムニーの番ね。ジムニーに搭載されるのは、新型の直列3気筒、DOHC ターボエンジンで、64PS9.8kgm を発生させるんだ。ジムニーはターボモデル一択なのね。そしてこのエンジンは同社のワゴン R やアルトなどと同じだけど、車重やオフロードを走ることを考慮して出力特性は独自に変更されているんだ。新型エンジンになったから燃費も向上しているの。ああ、従来型と比べて5速マニュアル車はプラス 1.4kmpr の 16.2kmpr、4速オートマ車は変化なしの 13.2kmpr だな。でも従来型は JC08 モードの数値だけど、新型は WLTC モードの数値で、より実燃費に近い数値になっているから、燃費性能は向上していると言えるな。燃費性能で比較すると、ラガーの燃費がいいのね。でも走破性ではいい勝負なんじゃない。結論から言えば、ジムニーの圧勝だぜ。さすがジムニーとでも言っておくわ。でももう少し具体的に教えてもらえる。最大の特徴は、歴代ジムニーと同様にラダーフレームを採用していることだ。これははしごのような鉄の頑丈な骨格で堅牢性に優れているから、オフロード車にはもってこいの構造なんだぜ。このラダーフレームは従来と同じものが採用されているの？いや、新開発されたラダーフレームで、中央部には X メンバーと2本のクロスメンバーが追加されているから、ねじり剛性が約 1.5 倍も向上しているんだ。ちなみにラダーフレームはランクルやメルセデスベンツ G クラス、ジープラングラーなどのオフロードにも採用されているんだ。文句なしの頑丈さを持っているってことね。でもラダーフレームを使うことで車重が重くなったり製造コストも上がりそうな気がするわ。まあな。でもオフロード車にとって堅牢性は必須であり、安心感をもたらす要素の一つでもあるから、ジムニーには絶対必要なものだな。実際、ラダーフレームが採用されていることを理由にジムニーを選ぶ人もたくさんいるからな。ジムニーを買う人は燃費や車重云々よりも、ジムニーが好きだから買うって人が多いのね。走行性能で注目できる別のポイントもある。もちろんだ。足回りも先代から改良されているんだ。例えばボディマウントゴムを新開発することで、フレームから伝わる衝撃や振動の吸収力が高められ、快適性を意識した改良も加えられているんだ。走行性能向上のために最新技術も採用されているの。ああ、例えばアクロ走行時にタイヤが空転すると、そのタイヤにだけブレーキをかけ、反対側車輪の駆動力を確保するブレーキ LSD トラクションコントロールや、途半時に車が後退するのを防ぐヒルホールドコントロール、坂道を下る際にブレーキ操作なしに一定速度を保つヒルディセントコントロールなどがあるぜ。駆動系統や副変速機はどうなっているの？駆動系統でいうとパートタイム 4WD が採用されていて、基本的に舗装路では 2WD で走行することが推奨されているんだ。タイヤがスリップしにくい乾いた舗装路では、4WD にすると前輪と後輪の回転差を吸収しきれず、駆動系に無理な力がかかり損傷する可能性があるからな。逆に濡れた舗装路、未舗装路、雪上では 4H にするっていう感じね。うむ。ちなみに副変速機を 2H から 4H に切り替える際は、時速 100km 以下でハンドルが直進状態の場合ならいつでも切り替えられるから、路面状況に合わせて臨機応変に使い分けられるのはありがたいな。より高い駆動力が欲しい時は 4H から 4L に切り替えるんだよね。ああ、
4L にすると副変速機内で約2倍の減速比のギアに切り替わるから、急半、深い砂地、ぬかるみといった駆動抵抗の多い場所で重宝するぜ。ちなみに3代目ではボタン式だった副変速機の切り替えは、現行型からレバー式に変更されたんだ。レバー式の方が 4WD を操っている気がしていいよね。この他にも紹介しておきたい特徴はある。最後にアクロ走破性を表す3アングルについても触れておくぜ。これは前方の障害物を前輪が乗り越えられるアプローチアングル、乗り越えた障害物がアンダーボディに接触しないランプブレイクオーバーアングル、リアバンパーやマフラーなどが障害物に接触しないデパーチャーアングルを指すんだ。その数値が高いほど、急斜面を登ったり降りたりできるってこと？そうだ。ジムニーの場合、アプローチアングルは41度、ランプブレイクオーバーアングルは28度、デパーチャーアングルは51度と、かなり高い数値を確保しているから、アクロ走破性が高いことになるんだぜ。要は歴代史上最強の走行性能を持つジムニーになっているってことね。両者の走行性能を比較して分かったことは、ある程度オフロードも走りたいし、日常でも快適な車が欲しい場合はラガー、本格的なオフロード車が欲しいならジムニーということになりそうね。うむ。走行性能の次は安全性能の比較に入るぜ。万が一が起こらないようにしっかり守ってほしいから、ぜひ知りたいわ。ラガーの安全装備には、これまで他モデルで採用されていたスマートアシスト3をベースに、ステレオカメラの特性を余すことなく使い切る独自の制御ロジックが構築された、新世代スマートアシストが採用されるんだ。どんな点が進化したの？例えば左右のカメラが駐車枠の白線を検知し、音声と画面ガイドに加えてステアリング操作をアシストする、スマートパノラマパーキングアシスト、などがあるな。バックでの駐車が苦手な人も安心ってことか。また歩行者や車両を検知対象とした衝突回避支援ブレーキ機能、駐車場などでのアクセルとブレーキの踏み間違い時の被害を軽減してくれる機能などもあるぜ。ジムニーも同じような感じかな。ああ、スズキセーフティサポートが搭載されているから、基本的にはラガーと同じだな。この他にも6つの SRS エアバッグが標準装備されていたり、ヘッドランプに付着した泥や雪などを洗い流し、前方視界確保サポートしてくれる、ヘッドランプウォッシャーなども一部グレードには装着されるんだ。オフロード車にはありがたい装備も装着されるのは嬉しいことね。ここまででラガーとジムニーを徹底的に比較してもらったけど、この2台についてみんなはどんな評価をしているのかも知りたくなってきたわ。そうだよな。それじゃあネットになったラガーへの声から紹介するぜ。例えば、ランクルが高くて買えない人用のオフローダーという感じかな。楽しみにしてたけどダイハツ製ならジムニー5ドアの方がいいな。5ドアジムニー出たら終わりそう。ラダーフレームじゃない時点で終わってる、というものがあったぜ。あれ？意外に高評価の声がないわね。まあ未発表者だから仕方がないのかな。一方のジムニーユーザーはどんな評価をしているの？見た目は可愛いのに中身は本格オフローダー。燃費は激悪ですが、あまりある魅力を秘めた車だと思う。ジムニーがあればどこにでも行けるし、新しい遊びの道具として何でもできそうな気もする。視界が高く、カクカクしていて感覚がつかみやすい。車重が1と&軽自動車なので馬力は物足りない、という声があったぞ。日本中にファンがいることやロングセラーになっていることもあり、ジムニーを高く評価する声は多いわね。ちなみにジムニーは初代からこれまででどれくらい販売されてきたの？現行型の登場から1年で3万台以上が販売され、2022年には 4.1 万台が販売されたんだ。現行型の販売目標台数が年間で 1.5 万台であることを考えると、かなりのハイペースで売れ続けていることになるな。すごい人気なのね。でもこの人気は歴代モデルにも共通しているんじゃないの？そう思って調べてみたんだ。すると1990年から1995年の間に販売された JA11 ジムニーだけで約 15.3 万台、3代目モデルでは2006年以降、毎年1万台以上も販売されているんだ。また月産台数は輸出用を含め3000から5000台をキープしていることからも、順調に販売台数を伸ばしていることがわかるんだぜ。どうしてそんなに人気なのかな？やっぱり軽自動車で唯一のオフローダーだからだろうな。オフローダーで世界的に有名なのは、さっきも少し触れたランクル、G クラス、ラングラーという大型車が多い中、コンパクトだけど高い走破性を持つジムニーが魅力的だと感じるユーザーは多いんだろうな。小さいのに本格的だから、お手軽感や維持しやすいことも関係しているかもね。それじゃあ世界レベルで考えるとかなりの販売台数になっているんじゃない？ああ、これまで299の国や地域で販売され、2020年7月には世界累計販売台数が300万台を達成したんだぜ。この勢いは今後も落ちることはなさそうね。この強敵に立ち向かわないといけないラガーはかなり苦戦しそうね。それはどうかな。参考までにタフトの販売実績を調べてみたんだけど、2020年は 4.3 万台、2021年は 6.2 万台、2022年は 5.6 万台と、年間目標販売台数である 4.8 万台を上回る数値を記録しているから、善戦していると思うぜ。やるじゃない。この調子ならタフトよりオフロード感の強いラガーは、ジムニーといい勝負をしそうだわ。念のため新車販売価格も聞いておかないとね。ラガーの新車価格は150万円から200万円になると予想しているんだ。
というのもラガーは軽 SUV としてタフトの上位モデルとして販売されるし、性能も向上しているからな。そして発売時期は2024年度中を予定しているんだ。一方のジムニーは、外装や装備が最もシンプルなベースグレード、XG、だと、5速マニュアルが155万円、4速オートマが165万なんだ。せっかくの機会だからここでは各グレードの特徴を交えながら販売価格を取り上げるぜ。いいアイデアだわ。ちなみにベースグレードはどれくらいシンプルなの？助手席シートベルト警告灯やサンバイザーの裏に備わっているバニティミラーがない、鉄筋ホイール、鈴木セーフティサポートはオプション装備となる、など最低限の装備でカスタマイズを楽しみたいという人にぴったりのグレードなんだ。次のグレードの特徴は、XL、で5速マニュアルが168万円、4速オートマが178万円なんだ。これはスタンダードグレードだから快適装備もちゃんと備わっているぜ。例えばキーレスプッシュスタートシステム、電動格納式リモコンドアミラー、冬場や雪道で効果を発揮するヒーテッドドアミラーやフロントシートヒーターなどだ。バランス型ってことね。上級グレードはどうなの？ XG は5速マニュアルが180万円、4速オートマが190万円なんだ。そしてツートーンカラーなど4色の専用ボディカラーが選択できること、LED ヘッドランプやヘッドランプウォッシャー、専用アルミホイールが装着される独自の特徴があるんだぜ。上級グレードにしかない装備もあるの？ああ。オーディオスイッチ付きの本革缶ステアリングホイール、メッキ加色されたインサイドドアハンドルやエアコンセンタールーバー、5速マニュアル仕様ではシフトノブもメッキ加色されるなどインテリアの内容も豪華だぜ。目的別に3グレード用意されているし、グレード間の金額差も妥当な範囲だからユーザー目線で車を作っていることがよくわかるわ。ここまででラガーとジムニーをいろんな観点から比較してきたけど、霊夢はどう感じた？ぶっちゃけて言うと、本格的なオフロード車が欲しいならジムニー一択かな。ボディ構造や副変速機の搭載、世界中での販売実績を考えての結果よ。でもオフロード走行初心者とか、オフロード以外も楽しみたい人ならラガーの方がいいと思うわ。正直な意見をありがとう。霊夢の予想ではトヨタがジムニーに負けるという予想だな。でも思うにトヨタとしてもジムニーと真っ向勝負しても勝てないことは承知していると思うぜ。でもマリサは冒頭で、トヨタがジムニーを本格的に潰しに来たって言ったよね。真っ向勝負を挑まない勝負ってどういう意味？一つはすでに紹介したように、日常にも使える多目的オフロード車を投入することで、新規顧客の獲得や潜在ニーズを引き出そうとしていることだよな。でもそれで終わりではなく、もう少し先の未来を見据えた戦略を展開し、ジムニーを潰そうとしているんだ。そう言われるとどんな戦略なのか気になるじゃない。もっと詳しく教えてよ。おう。それじゃあこの辺で、ラガーが近い将来持つことになるであろう最終兵器を紹介し、ジムニーをどう潰すのか解説していくぜ。よろしくお願いします。まず結論から言うと、ラガーにはハイブリッドモデルが登場する可能性もあるんだ。そうきたか。確かにハイブリッドモデル登場は大きな武器になると思うし、オフロード車の新しい未来を作ることになりそうだわ。でもラガーに搭載できるハイブリッドシステムはすでに開発済みなの。すでにダイハツのロッキーに搭載されている e スマートハイブリッドがあるから大丈夫だ。さらに担当者は今後の展開について、CO2 総排出量の低減効果が大きい車種から優先的に投入し、速やかに軽自動車へも展開する、と述べていることから、ラガーへの搭載も間違いないだろうな。それでどんなハイブリッドシステムなの？この点に関しては、各ハイブリッドシステムの方式を考えながら説明した方がわかりやすいから、このまま続けてもいいか。もちろんよ。ハイブリッドは3つの方式に分類され、シリーズ方式、パラレル方式、スプリット方式と呼ばれることが多いんだ。各方式の特徴を簡単に教えてよ。シリーズ方式はエンジンで発電した電力をバッテリーに蓄積し、その電力でモーターを駆動させて車を動かすんだ。例えば日産の E パワー、がそれに当たるな。パラレル方式っていうのは、バッテリーから電力を供給されるモーターが、エンジンの動力をアシストしてくれるんだ。だから走行時はエンジンが主体となり、モーターはサポートに徹するイメージで、一般的にはマイルドハイブリッドと呼ばれることが多いぜ。これは知ってるわ。エンジンに負荷がかかる発進や加速時にモーターを駆動させることでスムーズな加速をサポートしたり、燃料の消費を抑える働きがあるんだよね。その通りだ。最後のスプリット方式はシリーズ、パラレル方式とも呼ばれ、エンジンを発電用と走行用の両方で使用するものだ。代表例はトヨタ、プリウスだな。ハイブリッドと言われるとこの方式をイメージしちゃうわ。ちなみにラガーに搭載予定の e スマートハイブリッドはどの方式なの？シリーズ方式だ。採用理由について開発者は、エンジンが発電専用なのでパワートレイン全体としてシンプルでコンパクトな構造であること、さらにモーターの特性で低中速に強く、小さな車に適したハイブリッドシステムだから、と説明しているんだ。ハイブリッドモデルが登場するのは大きな武器になると思うけど、それに伴って車両価格も上がるよね。そうまでしてもハイブリッドにする意味があるのね。もちろんだ。どの車種でもハイブリッドモデルにはある程度の需要があるからな。しかも大量生産すればコストの低減効果は大きくなり、値上げ幅は約20万円程度に抑えられると考えているようだから、十分な武器になるぜ。確かにね。
現状、ジムニーにハイブリッドモデルが登場することは考えにくいし、ラガーが新たな道を切り開くという意味では武器になるわね。さらにもう一つ、もう少し先の未来を考えると、ハイブリッドモデルを登場させなければいけない重大な理由も見えてくるんだ。いよいよこの話の核心に迫るのね。ああ、その理由とは、2030年度燃費基準の影響があるからだ。簡単に言うと国が定める燃費基準値をクリアした車しか販売できないという制約みたいなものだな。これってもしかして車のリアウィンドウに貼ってある〇〇年度燃費基準達成者みたいなこと？そうだ。この基準は2020年に定められたもので、現状では JC08 モード燃費で 23.7km パーリッター以上を達成する必要があるんだが、2030年からは WLTC モードで推定値 25.4km パーリッターとなり、さらなる燃費向上が必須になるんだ。ラガーの燃費ってどれくらいだったかな？WLTC モードで 21.4km パーリッターだから、この基準を満たしていないことになるな。なるほどね。今すぐハイブリッドモデルを投入する必要はないけど、近いうちに投入しておかないと新基準に対応できなくなるってことか。あれ？でもちょっと待って。そうするとジムニーはどうなるの？どうやら霊夢は気づいたようだな。ジムニーの燃費は WLTC モードで 16.6km パーリッターだから、ハイブリッドシステムを搭載したとしても、新基準を達成できるかわからない数値なんだ。ということはジムニーは大規模な改良が必要になる、あるいは最悪の場合、新基準に対応できなくなって生産終了になる可能性もあるってことね。うむ。もしそうなればハイブリッドシステムを搭載したラガーがジムニーを潰すという、冒頭で言っていたシナリオが現実のものになるんだぜ。そんな深い意味が隠されていたとは予想もできなかったわ。これは今後の展開から目が離せないわね。この動画ではトヨタが本格オフローダーのジムニーを潰しにかかるという、これからの出来事を解説してきたけど、全貌が分かった今霊夢はどんな感想を持っている？日常使いもできてオフロードも走れる多目的な軽自動車、新型ラガーが登場するのは楽しみだわ。どんな風に既存車種と差別化してくるかも注目できるしね。そしてなんといっても改めてオフローダーとしてのジムニーの凄さを実感できたわ。ああ、スズキはすごい車を作ったもんだよな。そしてトヨタが考えているこれからの戦略にも驚いたわ。時期が来たら一気にジムニーを潰しに行く様子を想像すると、怖くなってきちゃった。これからの両者の戦いを見守っていくと同時に、ラガーの登場を楽しみに待ちたいし、ジムニーがどんな風に進化していくのかも注目していきたいな。それじゃあ今回の動画はここまでだ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。